フィニッシュ、かし浮かしてゴール、に対して山田コータ出てきます。ハイプレス開始、白井につけたボールが釣れました。ここ藤田からリサロへ、左加藤です、自分でいった、先制山形。時間スペースがあったので持ち方も良かったし、あとはしっかりと蹴り込むだけっていうところにリサロ選手も置いたし、蹴り込めましたね。内側から動き出した判断、ああうまい、藤田が中取りました、ミヤゾン取りました、折り返しリサロ追加点山形。ライン止めたんでしょうね、そこはやっぱり背後からディサロ選手、その石尾選手の背中見てたんで、あと同時に藤田選手が持つボールも見えてたから、タイミングよくこのスペースのところに最後1歩2歩飛び出してのフィニッシュ。決めました、うまかったですね。力は北側、止めた、いやすごい、こぼれた、詰めた、いやこれ山口選手は見事に読み切って止めたんですけれどもね。ファーサイド、旅立ちファーサー同点、高さ十分、叩きつけました。水戸ホーリーホック1対1です、同点。このボール良かったですよね。シュータミナ選手もよくボールを見てゴールに向かって叩いてつけるボール、見事でした。運ぶタビナス、ジェファーソンも近い位置でフォロー、宇野木、宇野木粘ってつないだ、柳町、遠山、北関東ダービーはこの男のためにある、また決めました。後半アディショナルタイム、遠山昌司、水戸ホーリーホック逆転。ここよく最後ここ足出しつなぎましたよね。もしも柳町選手もよく見てました。今最後は遠山選手の、宮島慎也戻して岡庭真ん中ヘディング先制、オービアルディジャー立ち上がり3分、栗本のヘッド、今シーズン欠かせないプレイヤーになった栗本ひろき、最終節らしく頭で取りましたね。ゴブゴブみたいなボールでしたけど、よく相手より先に触りましたね、はい、素晴らしいゴールだったと思います。コースのパーフェクトでしたね。クレイザー逆をつきました、長崎同点、直接フリーキックを叩き込みました、クレイソン。遠いサイド狙ってきました、見事、あえている方にクレイソンを蹴ってきましたからね、はい、宮島慎也のところ入れ替わる加藤勝です。あー、ここも墓場でいいよ、そこでしたね。ただ拾ってチャンス、左広大なスペースがある、大竹が運ぶ、大竹が運ぶ、大竹真ん中使ってエジカル、いや
逆転長崎、早い攻撃から取りました。サポーターの元に駆け寄っていきます。決定力ですよね。今日は2本目のシュートかな、はい、なかなかチャンスがない中でやはりこういうチャンス逃さないですよね。いや流れてきた、袴田追いつきました。大宮今日もコーナーキックから取りました。魂で決めますと思うんですけど、中野ですね、中野聖也ですかね。ディフェンスにもちょっと当たってるかもしれません。もしかしたらエジガルに当たったのかな。そうですね、長崎の選手に当たって後ろに流れてしまったんです。決めました、大宮逆転よね。米田の左足逆サイド、上中、山崎が来た、こぼれて、さつきだ、体張ったの取り返した、山崎、山崎折り返し、同点、上中だ、追いつきました長崎、3対3。まだ終わりません、最終節、はい、折り返しに上中、うん、ドカボニフェイスがボールを持って上がっていって、ここはムーブをかまして、さあ染野、加藤蓮が入ってくる、梶川、その加藤蓮が逆サイド、川村手を挙げてますよ、その川村、ベルディ先制、見事な加藤蓮選手の素晴らしいクロスから川村選手がね、よくファーでフリーになってヘディングで合わせましたよね。まあ、ツートップがねしっかりとペナルティーエリアの中に入れたの、はい、あ、ここは染めのボールを取りに行こうというところ、もっともっとボールを取ったぞ、さあ佐藤亮が決めた、ボールを奪ってから見事に決めていきました。佐藤亮が6試合ぶりの先発、これで13ゴール、ルーキーの去年に並びました。ましたし、まあ、このファーストタッチが本当に素晴らしかったですね。一番蹴りやすいところにファーストタッチで、ここですけど、はい、右足にいいところを受けたので、冷静にね、あの空いてるところを見つけられましたし、太田、水戸が取り返して、さあ伊藤、スペースがある伊藤、裏へチャンス、フィニッシュ、ファーストチャンスをものにしました、新潟先制、開始13分、俊介やってきて、これ360度確認してますけども、このファーストタッチで蹴れるところに置いて、で水戸は今シュートする前にこのパスを受けてシュートするところに置いて、ここで一旦少しスピードを落としてるんですよね。スピードを落として相手とキーパーの状況を確認してから狙い澄ましてシュート、非常にこう早かったですけど、3人とも落ちたける町田、セットプレーは生かしたい。グランダのボール抱え、柔らかいボール裏へヘディング、追いつきました町田、最後は押し込んだ岡野、完璧でしたね。スルーして3人目でファーに飛ばして、完全にデザインされているので、ここに3人走り込んできてますよね、はい、分かっているから、でしっかり叩きつけてキーパーの足元に、センターへ首を振って伊藤、逆サイドを見ながらマイケル・ジェームズへ、タレバス、スイッチ入れる、伊藤、鈴木、水戸、チャンス、水戸、出てきた、浮かせた、水戸今日2ゴール、新潟勝ち越し、83分、見事なスピードから、ターンして渡してからの加速が素晴らしいですよね。でこの最初のタッチがまた1点目と同じように、最初のタッチがいいところに置けているので顔が上がるんですよね。顔が上がってキーパーは見ているので、どっちに倒れるか見て冷静に浮かしたと、シュートする直前のコントロールが素晴らしかったですね。荒木、長谷川、
鳥海が動き出します。スルーで三平、鳥海、ファーに関口がいるがどうだ、決まった、粘って決め切った鳥海、先制は甲府58分。最後は落ち着いて空いているところ、まあ、こういうことを言いたかったんですかね、吉田監督は。なるほど、最後のフィニッシュの部分、楽しむことを。そうですね、まあ、ここで言う多分遊びの部分で言うと、はい、一個山田から菅井、右サイド関口、外を回って松本、菅井にクロス、三平打てない、荒木決まった、追加点5分、キャプテン荒木左足振り抜きました、2対0抑えました ね、 ね、ここすごいよく上がってきましたし、はい、まあ、取るときにしっかり取る、まあ、これがやっとできましたね、はい、拾って山口、橋本健斗かわす、近いところでシュート打った、前半8分この試合でも田中航、今日は利き足左足で決めてみせました。前半8分ホームの山口先制です。いや、素晴らしいシュートでしたね、今のは橋本に止めなく、ちょっと前に出したことでディフェンス寄せる、ね、はい、間を与えずに角度もうまくつけましたし、まあ、本当、いや、これ素晴らしいゴール。ファーの荒井を狙ったボールか、こぼれて高木俊幸、力を抜いたシュートが山口のゴールネットを揺らしました。56分千葉同点。いや、綺麗なシュートでしたね、でしたね、もう上からしっかり押さえて回転当たって逆いってるんですね、席がちょっと逆疲れた形になりました。高い選手に当たってっていうことですね。福光が呼んでいるが中央、桜柄、このボール奪って荒井狙っていった、61分千葉勝ち越し。荒井右足を振り抜いていきました、チームトップの7ゴール目、失礼、8ゴール目。荒井一騎は9試合ぶりのゴールです。同点に追いついた後一気に勝ち越したでしたね、まあ、本当山口としてはちょっと一つしのいだところでの、まあ、パススピードもちょっと緩くなったんですけれども、まあ、それを見逃さない。にとってはユン・ジョンファン監督、今シーズンで退任しますが、そのラストゲーム、ロペスからの優しいパスなんですが、ここから狙っていって合わせた、ブアニカ啓太だ、試合を決定づける3点目、ブアニカ啓太今シーズン5ゴール目、千葉が3点目を奪いました。まあ、ここっていうところにね、一番狙いどころですよね、キーパーの目の前に早く入ってきたブアニカ選手に素晴らしいボール、水選手から、まあ、本当非常にいいゴールでしたよね。なんで、まあ、J3 から J2 上がってきた時もそうなんですけど、圧倒的に熊本っていうのは失点が、こういうところ杉山がボールキープしてシュートっていった、決まった、素晴らしい先制点は熊本。前半5分杉山の得意のエリアからの左足、1対0ホームの熊本が先制しました。かけに行くよっていうところのポジショニングなんかもちょっと見せながら、まあ、中央にこうちょっと誘ったような感じですよね、パスを。で、彼も彼の左足の精度は非常にこう今シーズンなんかも本当精度高いっていうのが分かってますし、はい、やっぱりここで決めきる力っていうのを見事に成功しましたね。まあ、このトランジションを早くしようというのも大木武監督がかなり口酸っぱく話をしているところです。あ、抜けてきた、一対一になる、キーパー出た、右足シュート決まった、横浜 FC 同点。決めたのは小川幸喜、今シーズン25点目。
ここスライディングで折り返した、はい、で体が後ろにこう戻ったんですけど、まずしっかり、ね、このグラウンダーで抑えてプレーすると、抑えてシュートを打つ、この小川航基のシュートスキルも見事だったと思います。坂本を狙う、坂本折り返せるか、少し時間かかった、中央に行く、左足、決まった、46分、三島、杉山、これ杉山が早いんですよね、ツータッチで決めてますから。前に送る、高橋浮かして、ゴール、決まった、3点目熊本、3対1、立て続けのゴールで横浜 FC を突き放しにかかります。ちでチラッとキーパー見てループを優しく下すくってますから、まあこの背後へ抜け出す動き、高橋に落とさせてふわりと浮かした、裏を狙うが、ここは横浜 FC がディフェンス、さあカウンターいけるか、お1本通った、オフサイドはない、小川が行く、シュート、決まった、3対2横浜 FC 追い上げます。カウンターで1点差としました横浜 FC。 ところがここが、このかわしたプレーがまず良かったですし、はい、これだけね時間与えるといいスルーパス出ますから、ちょうど体の前向きだった、体の向きをこう裏返された瞬間、小川航基の、バーに来た、右足、ゴール、同点、82分横浜同点。これうまく逆サイドにね、まず抑えたっていうところが良かったし、でもこのファーポストにこう人がいたんで、サポートすると対応しづらさはあったんじゃないですかね。これ最後藤田がちょっとマークがずれたような形になり、最前線受けて横浜 FC のカウンターになる、伊藤が前を向く、左サイド使う、藤田の向こう側ボールが通った、左足、来たか、シュート、決まった、横浜 FC 勝ち越し、4対3。これだけ鋭いボールを入れられると、やっぱキーパーとすると、佐藤とすると対応しにくいっていうのも、ここに鋭い動きで2人入ってますから、小川航基と、まあこれ決めてほしい人がマルセロ・ヒアン、仕事、はい、ご覧の、ね、皆さんにもぜひツイッターなどでハッシュタグ琉球大分をつけて今日のゲーム、まあ、ツイートしていただければなと思います。さあケルビン、左足、清武、ケルビン選手のこのプレスからですね、はいはい、7月6日岩手戦以来スタメン出場の清武航基の久しぶりのゴール、ペナルティーの中に3人は入ってますから、このクロスに飛び込むこのねスピード感、まあ、相手を振り切ってしっかりと頭でミートした清武選手のね、はい、久しぶりに出て点取るっていうのはねなかなか難しいですけど。